清水エスパルス対横浜 F マリノスの一戦です。清水は暫定15位、2勝2分け5敗です。横浜 F マリノスは3勝2分け5敗。 J1 リーグの第11節、清水エスパルス対横浜 F マリノス、今前半がキックオフされています。さあこのボールは前線のジュニオールサントス、スピードもあります。さあまだ行く、まだ行く、テラトがつきますが、まだキープ、まだ運ぶ、このままシュート行くのか、シュートに行った、決めていった、自ら運んで先制ゴール、横浜 F マリノス。何メートル運びましたかね、まあ、おそらく最初はゴールまで行くところを描かずにボール運んだと思いますけども、はい、運びながらどんどん、まあ、前が見えてきて、まあ、最後思い切って振り抜きましたけども、見事でしたね。今月柏から期限付き移籍で加入したばかりです。これが J 初ゴールということになります。まあ、ヘナとファン速攻というところも対人強いんですけどね、特にヘナとのところ左手でこう跳ねのけながらボール運んできましたけども、はい、まあ、こういう推進力があるのが彼の特徴ですね。から出ています、カルリーニョス、竹内から左サイド、西澤です。西澤コースを狙った、ゴールネット揺らしました。西澤1対1同点、いいリズムでしたね。まあ、バイタルエリアでボールをつないだことによってサイドが空いて、まあ、西澤フリーになりましたけども、はい、まあ、ここ竹内がワンタッチで話したのも良かったんですけども、西澤このワンタッチコントロールした後に、まあ、このリズムだとファーサイドキーパー構えたと思いますけども、その逆を取ってきましたね。前田はゴール前中央あたりにポジションを取っています。ジュニオールサントスか、カルリーニョスのヘディング、 F マリノスボール、高野のクロスからヘディングだ、決まりました。最後前田ですか、前田です。2点目も1本目のクロスですかね、まあ、前田ここ少し膨らみながらだったので、はい、強く打てないというところでコースを狙うような逆サイド狙って打ちましたけども、見事なヘディングでしたね。下がりながらのヘディングでした。マリノス移籍初ゴールです。高野も外に運びながらのクロス少し巻きながらサイドを変えて、さあ今日先ほどゴールを決めている西田健太だ、お落としてファン速攻シュート、右に外れて、今のシーンです、惜しかったですね。まあ、アウトをかけたのでどうしてもゴールから逃げるようなキックになります。マルコスジュニオールミドルを狙ってきた、梅田のパンチング、さあ前から行きます、マルコスジュニオール、金子が受けて、さあ奥井が前線で動き出していますが、カルリーを狙ってきた、これはマリノスの選手に当たってゴールネット揺らしますと思いますけど、まあ、そういうボールを送り込んだ金子の、まあ、ボールが素晴らしかったですね。まあ、際どいボールを入れてきたということになります。特にこの軌道と速さもそうですけども、このバウンドですよね、ちょうどここですね、チアゴの前でバウンドするボールを送りましたから、はい、これは対応難しいですよ。オフサイドです、カルリーニョスオフサイドで、ここで前半終了のホイッスルです。J1 リーグの第11節、清水エスパルス対横浜 F マリノス、とにかくボールに触ってテンポを作りたいんだという渡辺、その渡辺から松田、さあ中に入ってきて、お落として松田のシュートだ、ポストで松田、面白い発想でしたね、そのまま中に上げると見せてヒールで渡してきましたね。最後は松原のシュートでした。後半途中から入ったプレイヤー、さあ渡辺がミドルを狙ってきます。シュートの選択は思い切りがあって良かったですけどね。さあ渡辺がいろんなところに顔を出してボールを受けてリズムを作ってシュートだ、最後はジュニオールサントス、うまいとこ、そうですね、清水も疲れが見えますかね、ここで時間を与えてしまいましたね。バウドもしっかりついてはいたんですけどね、まあ、ただこの距離だと足振られてしまいますよね。まあ、あとはこのキックの力があるので、はい、まあ、バウドに少し当たったと思いますけども、そのままゴール方向に飛んでいきましたよね。あの前に置くことを厭わないですよね。さあかわしてかわして、ここで打つか、まだ打たない、キープをします、いいよ、頭で、最後は26番渡辺が決めました。
2点リード F マリノス。今のシーンです。高野からですかね。高野これ2アシストですか。今日は見事ですね。クロス高野から渡辺康太、今シーズン初ゴールです。渡辺もよくディフェンスライン見ながらギリギリで抜け出して、最後のところもゴールキーパーが移動するところを見て逆サイドうまく流し込みましたね。託されたゲームが多くありました。鈴木のキックニアサイドか、うん、ティアシンだ。おお、跳ね返った。最後は金井が決めました。4対3となっています。まもなくアディショナルタイム。セットプレーから決めました。まずはティーラシン、最後詰め倒し込んだのは金井。まあ、全て先に清水の選手たちが触ることができましたので、よく果敢に取り込みましたね。ですね。左サイドエレキ、エレキかわして渡辺受けて左シュートだ。ゴールキーパーの梅田です。まだラインは割らない。課題のクロスボール、バウド、バウドが上がりました。さあまだならない、まだならない。このボールはどちらか。ここで終了のホイッスル。最後までわからない展開でした。 J1 の第11節、立ち上がりから非常に激しい展開、ゴールの奪い合いとなりました。スコアは3対4。